終決戦やべ来た名前もう名前がやばいことになってる。最終決戦フィッシュベルに帰ってきてるしちゃんと、クリスタルプレスに侵入したジョーダンス君は倒したはずのオルグミジャーを復活していることを知る。オルグミジャーをダークホースに向かうのだ。いや向かうのだやろ。いや向かうのだでしょ。まだだなこれ。いや俺にわかる、まだだ。まあ、名前は最終決戦なんでね、最終決戦にふさわしいパーティーが出てきました。ちょ。まあ、先ほどからパーティーの面影がございませんが。はい、こちら24時間パーティーですね。さあ。うおちょっと待って。俺たちのさ、パーティーの3200ってすごいと思うけどさ、3760人だと思う、向こう。見て、でっかいでっかいみんな。ちょっと待って。なんだよ、向こうのパーティー。でけえやつばっかじゃねえか。ヘルパトラーに、オーガキングにさ、なんかデスゴーゴーみたいなやつ。でっけえ。魔怪獣ちゃんだね。君は会心でしご。はい、ナイス。いいね、バツちゃん。お互い HP がタンクすぎだろ。いいぞ、ロドガーシ。だいたいヘルパトラーに行くね。はい、ナイス。いいね、シャミシャン。オーガキングさん、何してんすか、こんなところで。まあ、元になったらシールド動画ってやつがいたんですけど、まさか DLC でこいつが出ると思わなかった。弱っくそーえな、お前。魔怪獣ちゃん、ジゴフラッシュ。てか、結構お前、掘り深いな、顔の。ジゴフラッシュは普通に怖いね、てか。あー、これは次尺、いや、悪魔の爪痕でいいか、別に。一回だし。ただ問題はこれ、凍える吹雪の通りがちょっと悪いか、オーガキングは通らない。魔怪獣も通らないかな、いや、全然通らん。回った方がいいわ、キツコ。お前も回った方がいい。おたけび、これ精神的行動不能怖いよ。なんだかんだであるからね。いいね、バズちゃんが受ける。ナイス。誰もかかっていない。回ろう、みんな。みんな回ろう。回ってねえやついるけど、一部。なんだかんだ HP さんもう返してるよ。いいよ、いいよ。悪魔の罪アート。いいよ。ナイス、よく当てたね。マヌーサ状態から。やるね。いや、ヘルバトラーの身の守りが低いからな。よう通るな。 285×2 はやべえよ。いいよ、ジャミー。ガンガン行け、お前らで。こっちも最終決戦だってばよ。行くぜ。どうでよ、フラッシュ。はい、オッケー。よー、強いね。ただ、ちょっと怖いのは負け筋的にも焚き火とかだもんね、ほんとに。ヘルバトラーはなんだかんだどっちも行動不能使えるから、うん、誰も止まらない。さあ、キスコも回ることになりました。いや、そいつはあかんやろ。キスコ、うわしゃあないわな。さあ、こういうの、まあ、とりあえず次のターンにね、とりあえず SP の精霊の紋章がうんばいかな。打撃と物理しかないし、このパーティー。なんだかんだ、実はこのパーティー好きなんですけど、そこそこに。対人で使うとですね、物理とブレスしかない。あー、これ大丈夫かな。まあ、使っとくか。まあ、使っとこうか。まあ、物理とブレスしかないんですよ、このパーティーって。よくよく考えたら。だから、対人ではそんな使えないんですよ。とりあえず、大魔王のためのゴリ押しパーティーですね、これ。そう、大魔王攻略にはいいんですけど、対人にはあんま向かないですよね、このパーティーって、実際問題。あ、いいね。精霊の紋章からの着熱を叫びで打点取っていこうか。打点はね、あんま出ないと思うよ、でも。これ自体の。うん、全然出ない。オーケー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 。一体機が大丈夫だ。どっかのスネ夫みたいなのにならなきゃ大丈夫だ。おーおー、君たち答えてくれるね。じゃあ、君たちちゃんと答えてくれるね。精霊紋章したら。精霊紋章出るわ。おい、いいね。悪くないよ。さあ、キスコがここで来た、氷結にの武器、受けてみよう。おっとね、モーションですよね。はいキスコやるここに紋章出なかったら面白かったよ、お前は、お前。天を制した魔王。第10章じゃん。なんだかんだね、もう10章まで来てんな。さあ、ダークパレス。まあ、クリスタルパレスからダークパレスになってますからね。ついに全ての真珠し、天魔王との最終決戦の劇だ。勇気を踏み絞って、オルゴデミーナ倒せ。まずはこれ魔王形態ってわけか。いや、でも強いかな。10勝まで来た。2桁あるんだ。てか、意外と長いな。ま、さすがに翼で負けっぱなしじゃちょっと嫌っすよね。ということで、行きましょう。キスコとコドラン、武闘家でご来店いたします。翼でとりあえず勝ちに行くぜ。
なんか BGM が不穏なんだけど。でも HP4200。ああ、あの何？あの原作再現しに来た？あの原作再現しに来たの？なかなかない演出ですよね。俺が見るこれ魔王形態なんですけど、最終決戦の BGM かかってますね。なるほどね。はい、よいしょ、ナイス。いいよ。とりあえず勝ちに行こう。ちゃんと勝ちに行こう。つばぜで勝とうね。さっき赤で負けたから、その復讐をいざ果たしに私たちは来たんだよ。いや、弱点取ってこれか。まあ、そんなもんだよな、コトランも。デビルソード。なんだかんだ状態上あるから怖いな、こいつ。どうだ？避けてはいる。よしよしよし、かかってない、かかってない。さあ、いけ、キスコー、回ってけ。はぁ。キスコ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 どうした今日はすごい、お前芸人発揮してるけど大丈夫か。獣人剣でとりあえず打点を取って、さあこれキスコ今度はどうだ氷を立て突撃なるほど、ちゃんと打点取ったね。オッケー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 、ちゃんと打点取れば大丈夫だよ。負けん、私は負けんと言わんかに。いや、これ怖い怖い怖い。キスコ、キスコは大丈夫じゃない？あー、キスコと結構そんなもんか。オッケー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 、硬いよキスコ、さすがに。落ち着いて落ち着いて。さあ、さっき負けたつばぜで借りを返す時が来たようだ。やるしかねえな、おい、やり合おうぜ。よし、悪くないでしょう、悪くない。赤まで行ったな、それで十分。オッケー、おっしゃオッケー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 、よし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 、借り返したぜ。携帯は違えど借りは返したぜ。よし、さあ、あとはもう勇気逃げ切りで勝ちです。ただなんか SP 使っておいた方がいいな、とりあえず。ひょっとしたらね、かかるかもしんないから、まあ、ここはね、精霊の持ちをしておきましょう、とりあえず。まあ、天使の歌、天使の歌はしなくていい、さすがにしなくていいよね。まあ、高校凍てつく波動があったりも、としてもだよね。とりあえず使っておいていいよね。とりあえず出しとくで SP 使っておきましょう。さあ、あとは勇気ためだけです。負け筋は国会鉄カードを連打されるだっていうことですね。まあそんなことはないと思うけど、さすがに。さあ、みんなが動きに行く。まあまあ、これは確定命中244、うん、大丈夫大丈夫。まあさすがに魔王形態だっていうのもあるな。おぞましいカバ、なるほどね。内股で歩いてくんな、余裕だろ。オッケー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 、武闘家が一番食らうからそれを受けるのでかいね。なんでまあさすがに魔王でもって感じか。個性があってもさすがに魔王形態だったって感じか。オッケー、勝った。まあここはね、勝たせていただきました。必殺落ち穴の剣をいざ手に取ってアルテマソード。よし、まずは勝たせてもらった。いや、つばぜり合い、まあ、今日は9大点ってとこですかね。エデンの戦士たち、タイトル回収第11章。あれ、11章？あ、そうか、11章までいってんのか。あれ？今までのレジェンドクエストよりもしかして一番長い？これ。真のスカートはですか、天魔王、ウルゴデミーラ。シゲセブリによって短い書いた物語が間もなく終わろうとしているのだった。いや、来たか。多分これで本当に最終形態の方だろうな。まあ、最終形態ではないけど、最終形態ではない。長いって、つまずり合い。つまずり負けても勇気を打つようにしよう。俺だろ。私は思いました。つばぜれ負けてしまうと勇気負けでもう無理です。はい、これはちょっと前の動画でも言ったと思うんですよ。つばぜれ負けても勇気で追いつけばいいと今私今考えつきました。行きましょう、キラーリカント魔王ですか。ちょっと待って、いろいろと通じない
キラーリカンとは通じるのか。さあ、あ、やっぱりその携帯で来るね。いや、ちょっと怖いのが、このテンションカウンターって、魔王を一回攻撃しか基本しない。白目か。でも白目だね、さすがに。でも白目とはいえ、補正はすごいから、ちょっとね、なんとも言えないところありますが、まずはテンションカウンターだ。バチコーイ！まあ、何が何でもこれでも結局溜まるんで、テンションは。で、攻撃回は一回ね、溜まるんで。さあ、新ハイブサギリで勇気溜めてけー！はい、ナイス！いいねー！会心は出なかったか、でも会心は出なかったか。天地邪法。まあ、とりあえずテンションカウンター発動するんですけど、ちょっと怖いのが、これ、暗いすぎるんじゃない？にゃー、結構食らってんねー！1000食らって、1000食らってんねー。1000食らってるっていうのは結構だぞ。はい、オッケー。いいよー、テンションカウンターでテンション溜めてー。なるほど。さあ、ここで魔王の使い行ってこい。行くぜ、必殺メッツ4通る。いやー、でもこれは2回だ、1回だね。これで、ここですよ、ここですよ、つばせりゃすんな。これは必勝パターンですよ、ある意味。つばせり緑でいきます。緑でいくぞ。緑でやって、緑でやっちゃって、勝っても負けてもいいんだよ。負けるまでは予定調和さ。負けるまでは予定調和。まあ、問題ない問題ない。今日、ちょっと待って。ひどくないね。レジェンドクエスト6さ、ちゃんとつばぜりやってたのに。ね。レジェンドクエスト6ではちゃんとつばぜりやってたんですけど、いや、もう7はこれ、今回つばぜり大事故ですよ、今回。大丈夫大丈夫。いいよ。行ってこい行ってこい。大丈夫大丈夫。大丈夫。メツ、4刀流、2回後にしてこう。いいよ、2回後来た。2回後来た。よし、勇気貯めろ、勇気貯めろ。これで勇気貯めろ。メス、4刀流ダイナイスいいね。勇気貯めてけ、勇気で追いつけ、勇気で追いつけ。もう勇気追いついてるから大丈夫大丈夫。勇気追いついてるよ。勇気追いついてるよ。とりあえず、敵の攻撃はね、レジェンドクラスのせいで読めないからな。1P の時の知識が通用しないのがちょっと怖いところではありますが。これで追いついたよ、勇気は。怖いのは、凍てつく波動なんですよ、そうすると。凍てつく波動されたら終わりだからな。さあ、7、早めすぎに追いつきゃいいんだよ、勇気だな。はい、OK、いいよ。いいよ、いいよ。さあ、何来る？マヒャード、うおー、これ大丈夫かな、何にしても。これ次、天使の歌、とりあえずしとくか。天使の歌して。でもこれ、天使の歌されて、上から凍てつかったら死ぬの。ちょっと怖いな、負け筋見えてるな。ちょっと負け筋はある。負け筋はあるな。はい、OK！ いいよ。で、とりあえず勇気は、ワンチャンここに勇気溜まるけど。メッツ !4 刀流！いいよ、2回攻撃！これ？あれ？これまさか？メッツ !4 刀流！あれ？これまさか？はっ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 は！はい！はい、必勝！実装！何してんだ、これ！やっちまったわ、やっぱり。やっぱこのチームあかんよ。このチーム俺使ったらダメだったんだよ。このチーム多分俺使ったらダメだったんだよ。こんなんおかしいなんだって、つばせで負けてさ、勇気止まるんだって。やっぱ過去の動画間違ってなかったんだよ。過去の動画でさ、やったけどさ。これ、間違ってなかったよ、多分。強すぎるの、このチーム。つばせね、前に、もう、俺ごてみりゃ今びっくりしてるでしょ。俺、つばせね、勝ったもんね、みたいな。いいよ、その上から勇気補正止めただけよ。つばせね、一番不安だったらこれすりゃいいんだよ。負けても大丈夫、つばせね。いやー、リビングレジェンド、申し訳ない。君一番かわいそうだね、今までの大魔物がね。今までの大魔物が結構かわいそうだよ。つばぜりは勝ったにとどめ抜けに撃たれてるぜ。おお、あいつ、かわいそうだぜ。あばれよの。これは本当に申し訳ない。これは申し訳ないわ。やっぱこのチーム間違ってなんか強すぎたんだ、やっぱ。やっぱこのチーム強すぎたんだよ。どっちにしろ B ランクか。
じゃないね。はい、というわけで今回レジェンドクエスト7、無事クリアすることができました。はい、今回ねレジェンドクエスト6ではあんなにかっこいい二拍子を披露したんですけど、今回あまりにもかっこ悪いつばぜり合いですね、正直。かっこ悪い、なんかね、やばいですね、やっぱり。ちょっと今回の最後に至ってはもはや、これはひどいのではという。やっぱ間違ってなかったんすね。いやー、で、ちょっと惜しむ楽なんですけど、今まで5にはエスタークとか6にはドリアムが超強化された形でやってきたわけじゃないですか。いや、今回7はそれで終わっちゃったんですよね、オルゴで。ちょっとなんか拍子抜けな感じがしますよね。ちょっと赤目で出んのかなみたいなとこあったけど、そういうこともなく。どっちかというとボスの難易度はね、つばぜりさえ勝てばね、低い方かなっていう感じですね。ちょっと道中の方がね、びっくりした場面もありますけども。はい。今回スペシャルカードが難しかったからね、バランス調整的にはいいのかな。最後スペシャルカードしか使ってないっていうね。はい。というわけでね、つばぜり合い大事故のレジェンドクエスト7、無事クリア、初見クリアすることができました。で、あと残すはね、レジェンドクエスト2つになります。ね、これが終わったらもうなんか、あとは裏で回収するしかないんだもんな。どういっぱいあるべや。はい。というわけで、今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。